今朝は霧がかかっているような空となっています。湿気がかなり多いですね。今朝は秋雨前線などの影響で霧雨が降っているところ多くなっています。泉区の岸面大好きさんも小雨が降っていて薄暗い朝といただきました。今日は昼過ぎにかけてはこうした弱い雨がところどころで降る程度なんですが、夕方以降はですね、こちらの前線が通過していくため大気の状態不安定になりまして、広い範囲で雨や雷雨となりそうです。一方で日中少し日差しもありそうで気温は上昇。午後3時頃ですね、最高気温25度以上の夏日となるところが多く、午後は蒸し暑くなっていくでしょう。